の高校3年生の時のスペインで行った世界大会とは気持ちが違い、中学高校と6年間育ててくれた樋口監督のもとを離れ大学2年になり、そこで樋口監督と一緒に世界大会に出るっていうことを目標にやってきて、こう出場することができ、そこで樋口監督の目の前で優勝することができてとても嬉しかったです。そして樋口監督がいることでとても心強く、とてもパワーになり、本当に樋口監督には感謝の気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございました。